照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。セパ交流戦、阪神タイガース対オリックスバファローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳に届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはタイガースの先発藤浪が甲子園のマウンドに上がります。さあ、バファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バファローズの攻撃、ヘルマンが入ります。小宮山さん、さまざまなタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん、現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか？ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンド見ても嫌なタイプの選手だと思いますけど、ではこの1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。アウトコース外れました。インコースボール。打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。続くバッターは平野。得点圏にランナーを置いて初回からピンチを迎えますタイガース。小宮山さん、初回からピンチを招いてしまいましたね。まあね、こういう場合はボールになってもいいぐらいの気持ちで厳しいコースに投げ込みたいですよね。なるほど。さあ、注目です。バントしました。打ち上げてしまいました。ファウルです。送ります。新井、一塁送球、アウト、ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。ピンチを迎えていますタイガース。ここは外野フライも避けたい場面です。バッター見送りました。ボール先行です。空振りになります。153キロ。さあ、これで追い込んで次はどこへ来るか。アウトコース打ちました。しかしショートライナー。ツーアウトランナー三塁と変わります。さあ、ここで迎えるバッターは DH ペーニャ。2アウトになっています。いや、小宮山さん、ここは踏ん張りどころですね。どんないいピッチャーでもね、初回っていうのは不安がありますからね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。なるほど。さあ、注目です。変化球、タイミング合いません。
大きく外れました。この球は外れています。コーナーを攻めます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。フォアボールのランナーを出しました。ツーアウトながら一塁三塁となります。ピンチがさらに広がりました。フォアボールのランナーが出て三塁一塁となっています。マウンド上インサイド落ちました。決めました。ファールボール、ストライクを取ってこれで追い込んだ。インコースを落としました。決まって見逃しの三振。いい球を見せました。強打を警戒しつつ素晴らしいボールを投げ込みましたね。ご覧いただきましょう。見逃し三振を奪いました。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを潰しました。西さん、初回の攻撃、特に大事な点というとどんな点でしょうか。いや、もうとにかくね、あの先頭バッターですよ。まあ、ここがね、出ると出ないは大きな違いですよ。そうですね、先頭バッターに注目しましょう。バファローズマウンドに上がるのは先発の西。さあ、タイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは上本。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球空振りです。外のボール球振っていきました。あっという間に2ストライクです。アウトコース外れます。は外れました。打ちました。三遊間抜ける。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ、次の塁をどう狙ってくるか。まあ、とにかくね、次の塁を貪欲に狙う意識、まあ、そういうのが大事ですよね。バッターは2番に入っている大和。ヒットでランナーを1塁に置いています。バントしました。ピッチャーが取る。1塁送球アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー2塁となりました。タイガース手堅くランナーを送ってきました。
さあ西さん、初回から先制のチャンスを迎えました。まあこういう場面でね、確実に点を取っておきたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。ボール先行です。いいところにストレートが決まります。打ちました。セカンド取る。一塁送球します。おっと送球がそれた。これはセカンドのエラーです。チャンスを広げていきます。ランナー三塁一塁となりました。そして迎えるバッターは DH ゴメス。大きなチャンスを1回から迎えましたタイガースです。さあ最低限の仕事はできるでしょうか。最低でも犠牲フライは欲しい場面ですよね。低めの変化球です。浅いセンターへのフライでしたが犠牲フライになりました。まずは1点をもぎ取りました。打順は5番マート。タイガース見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。ランナー警戒、ここで1球外します。チャンスになります。ツーアウト二塁一塁。小宮山さん、ピッチャーはちょっと苦しくなってきましたかね。まあ、そうですね、もう少し慎重に投げてもらいたいですよね。そうですよね、まあ、ただバッターからすればここで攻めておきたいところです。ヒットでランナー二塁一塁。西さん、初回からリードを広げておきたい、そんな場面になりましたね。そうですね、ここで主導権取りたいですね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。ノーボールツーストライクです。アウトコースは外れます。このチャンスは空振りの三振。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース犠牲フライで先に点を取りました。1回終わりました。1対0タイガース先制です。
2回表に入ります。追いかけるバファローズの攻撃、バッターボックスは6番川端。